皆さんこんにちは、指先緑です。報告が遅くなりましたが、ようやくお米の収穫をすることができました。収穫した稲は縛って1週間ほど乾燥させました。その後、脱穀してすり鉢でもみ殻を取る作業をしました。はい、これが玄米です。本来ならこの後精米をしてお米を食べたいところですが、よくわからないお米なので食べるのはやめておきました。でもまあ量は少なかったですが、なんとか収穫できてよかったです。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。